何点出るかというのは大きいでしょうね。そうですね、まあ、15点、前半といった、ところでしょうか。もしくは中盤、いくかもしれません。さあ順天堂大学はあん馬鈴木の演技です。少し今あん馬に足が当たりましたが、そうですね、やはり1種目目のあん馬というのは非常に緊張しますよね。はい、6種目ある中でも落下リスクが高い競技の一つがこのあん馬です。手の近い、はい、ロスも移動、前に飛んで、D 難度、後ろに下がって D 難度、はい、しっかり取ってきました。はい、回ってあら、降りです。あ、ちょっと潰れかかったが、あ、少しちょっと力を使ってしまいましたね。おそらくこの後ひねりで D 難度取る予定だったと思うんですが。